船舶時期を乗り越えたジャニーズタレント参戦第2弾、ジャニーズウォッチャー大輝です。以前船舶時期を乗り越えたジャニーズタレント参戦を紹介しました。そこで紹介しきれなかったので第2弾として今回紹介していきます。もちろん今では仲良しコンビばかりです。ではいきます。まずは少年こと平野翔、永瀬廉コンビ。ここは今はお互い家族のような仲だというほどですが、かつては些細な気持ちのすれ違いから不仲な時期も。お互い関西ジャニーズの出身ですが、2人はものすごい人気を誇っていたため東京進出しました。ですが永瀬くんは平野くんみたいに器用にこなせない、勝手に悩んでうまく話せなかったと語っています。当時は目も合わせられない時期も。ここを乗り越えて今では熱い絆が。続いて虚無北こと京本大我、松村北斗コンビ。ここは事務所公認の不仲です。松村北斗くんが後輩で、仲良しの時期から一緒のグループになって気まずい関係に。京本くんは今まで可愛いイメージの北斗くんがストーンズではかっこいいキャラになり、どう接していいかわからなかったと言っています。お互い人見知りなので歩み寄り方がわからなかったのかもですね。気まずい時、2人が企画で差し投稿しているのも検索すると出てくるので、ぜひ見てみてください。最後は伊達阿部こと宮舘涼太、阿部亮平コンビ。この2人は過去に氷河期と呼ばれる殺伐とした時代がありました。スノーマンのジュニア時代に阿部くんは大学進学のために勉強に集中すると一時期活動を休止していました。自分の取り柄の一つである勉強をジャニーズとしての活動に生かしたいというのが理由でした。後輩がデビューしていく中、自分たちはどうすればと焦っていた宮舘くん。当時の宮舘くんにとって、学業で活動を休止した阿部くんはもうグループを辞めるつもりなんだと諦めたんだと思い、許せなかったと言っています。同じメンバーの深澤くん、そして滝沢秀明くんが仲を取り持ってくれて、二人の距離は次第に縮まっていきました。今では言うまでもなく仲良しな二人です。個人の特技を武器にバラエティでも大活躍しています。デビュー前は多感な時期に、それはいろいろ思うところもありますよね。以上が不仲を乗り越えたジャニーズタレントでした。何か間違いがあったら優しく教えてください。いいね、コメント、シェア、そしてフォローお待ちします。では次の動画で。